はい、皆さんどうもシンです。今日は鬼滅のクイズ第2弾をしていきたいと思います。今回も上級ぐらいで作ってみたのでよろしくお願いします。問題数は20問です。1問5点で計算してください。こちらまたランキング表作ったのでどこになるかやってみてください。それでは始めていきましょう。では最初の5問はセリフクイズです。第1問、このセリフを言ったのはいつ誰にでしょうか。俺は女の子にお茶をぶっかけたりしないぜ。ヒント、何をしている時か考えてください。答えは機能回復訓練で葵に言いました。続いて第2問、このセリフを言ったのはどこで誰にでしょうか。見たかよ、お前にできるから俺にもできるんだぜ。ヒント、こちらはノーヒントでお願いします。答え、なたぐも山で炭治郎に言った言葉です。第3問、このシーンで言ったセリフは何でしょうか。婚約者を失って大丈夫だと思うか。かずみさん、どんなに打ちのめされようと。ヒント、婚約者の里子さんを鬼に食われています。正解はこちらです。かずみさん、失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。第4問、このセリフを言ったのは誰でしょうか。炭治郎、お前の妹は美人だよ。ヒント、4文字のキャラです。答えはゆしろうです。お前の妹美人だ。第5問、このセリフを言ったのは誰でしょうか。負けるかもしれないし勝つかもしれない、ただそこには一つの真実があるのみ。ヒント、こちらちょっと有名なのでなしでいきます。答えはサビトです。はい、ではここから5問は普通のクイズです。第6問、吾妻善逸はもともと黒髪でしたがどうして金髪になりましたか。ヒント、こちらはノーヒントです。答え、修行中に雷に打たれました。第7問、これはちょっと難しいかもしれないです。恋柱の甘露寺蜜璃も髪の色が変わったんですが何をしたからでしょうか。ヒントは食欲です。答えは1日170個桜餅を8ヶ月間食べたからです。第8問、なたぐも山で戦った12気づきのルイは加減の何。ヒント、1から6のどれかです。答え、加減の5です。第9問、最終選別は何日間生き残らないといけないでしょうか。ヒント、こちらはノーヒントでいきます。
答えは7日間です。第10問、元上弦の6、こちらの漢字の読み方は何でしょうか。ヒントは2文字と6文字です。答えはダキと牛太郎です。はい、ではここから5問は技名クイズです。第10you